アメリカが爆上がりしている時に日本はずっとドケチ、25年間不況。もちろん金はするけれども、届ける先は仲間内だけ。皆さん仲間じゃないから届いてないでしょ。眼帯みたいなマスクと10万円だけじゃないですか届いたの。あと2000ポイントもうすぐ届きますねこれポイント制にすることによって儲かるやつらがいるから、そういう手段を取るだけの話で、皆さんに2000ポイントを届けたいとか生活楽にしたいってことじゃないんです。ポイント制を通して仲間たちにいかに儲けさせられるか、自分たちの得になる人だけ、その他は無視。結果どうなるか、社会に回ってないお金はほとんど変わらないまま回ってない。だからずっと景気悪いまま、ずっと成長しない状況が続いてて、アメリカと日本の金利差開いたまんま。これ投資してる人にとってみたら、価値のないものは売って価値のあるもん買おうかってことで、円を売ってドルを買う、さらに円安になっていく。日本の金利を上げなければならないっていうのは本当にズブの素人、どっちかっつったらもう本当に万死に値すると言ってもおかしくないような政策です。それは過去に日銀がやったんです。2000年代3度ほどお金を絞るってことをやった。それでどうなったか、不況に逆戻り。今金融緩和これをやめてしまうってことは、逆に政府がお金を出しづらくなる、出せなくなる。それだけじゃない、金利を上げるみたいなことやっちゃったらお金借りられなくなっていきますよ。だって金利が高い時に私はぜひお金を借りたいんですっていうお調子者見たことあります？いないでしょそんな人。つまりは何かって言ったら、中小零細の資金繰りが厳しくなっていくってこと。倒れちゃう可能性大。住宅ローン抱えてる人たちにとっても首が絞まってしまうっていう、絶対にやっちゃいけないこと。じゃあ景気上げるために何すればいいですか？みんなが使えるお金を増やしていくっていうのが一番の近道。じゃあ消費税やめたらどうなる？毎日が 10% オフ、手元にお金置いておける。1000円買い物したら100円罰金取られたのもなし。1万円出した時に1000円罰金取られたっていうのもなし。手元にお金が置いておける。つまりは違うものにあなたがお買い物をすることができる。誰かの消費は誰かの所得、その循環が広がっていったらどうなるか、一人当たりの平均所得も上がります。これは上がった物価を下げるばかりでなく、消費も喚起していきながら投資も促していける、給料も上がっていくっていうようなことが明らかなんですよ。どうしてやらない？やるなら今しかないですよ。